2011年世界陸上競技選手権大会男子100メートルはテグスタジアムで8月27日に予選8月28日に準決勝決勝が行われたジャマイカのヨハンブレイクが9秒92で優勝を飾った決勝のウサイン・ボルトはフライングにより失格となった大会前の2011年世界ランキング充決の 内マイクロジャースとスティーブ・マリングスがドーピング検査で禁止薬物使用の陽性反応を示して出場停止。タイソンゲイは右全部の怪我、そして2011年世界ランキング1位のアサファ・パウエルは股関節の怪我により欠場した。ヨハン・ブレイク各組上位3名の12名と記録、最上位1名が予備予選通過、予選へ進む。風速、1組。 プラス1.7メートル毎秒、二組、プラス1.2メートル毎秒、三組、マイナス1.3メートル毎秒、四組、マイナス0.9メートル毎秒、各組上位3名と記録上位3名が予選通過、準決勝へ進む。風速、一組、マイナス1.7メートル毎秒、二組、マイナス1.7メートル毎秒、三組、マイナス1.0メートル毎秒、 4組、マイナス1.3メートル毎秒。5組、マイナス1.2メートル毎秒。6組、マイナス0.7メートル毎秒。7組、マイナス1.2メートル毎秒。各組上位2名と記録上位2名が準決勝通過、決勝へ進む。風速、1組、マイナス0.4メートル毎秒。2組、マイナス1.0メートル毎秒。3組、マイナス0.7。 メートル毎秒風速、マイナス1.4メートル毎秒。ありがとうございます。